皆さんもこれまでの練習の成果を出し切って素晴らしい発表にしましょう。そして今日のような中田院長の小学校、中学校、高校までの児童生徒が集まって音楽での交流をすることはとても素晴らしいことだと思います。Thank you.
学校が一生懸命練習してきたことが伝わってきてとても素晴らしかったんですね。私は岩岡小の合奏で木琴を担当しました。間違いないか心配でしたが練習通りできてほっとしました。6年生なので小学校最後の音楽祭になりました。これまで音楽祭を支えてくださった多くの皆さんありがとうございました。